こんにちは、速稼塾の久保です。オーディションの話なんですけども、今ね、事務局の方からお電話いただいて、いろいろと聞き取りがありました。で、私の YouTube アカウントを教えてくれってことと、インスタグラムも聞かれたんで、インスタグラムもね、お伝えして、まあ私の動画とかインスタグラムって、まあ、例のね、ナイトライダーが映ってるんで、その話でなんかついつい盛り上がってしまいましたね。とりあえずは東京に来れますかってことだったんで、まあ、東京に行くのは全然構いませんよということと、あとは一次審査は2月5日明日になると思うんですけども、そちらの方でね、 LINE の通話で多分歌のなんかオーディションがあるかもしれないですよね。それでそれに通過したら多分東京会場へということだと思います。まあ、そんな感じでね、今回はちょっとドキドキしてきたなというところでございますね。久々に緊張感があるそんなね、電話になりました。面白いですね、やっぱりね、挑戦してよかったと思います。花龍馬さん、そして山根さん、松潤さん、いかがでしょうか。そしてですね、まだね、エントリーされてない方、全然挑戦しても OK だと思いますよ。自信がなくても OK です。私もね、まともに歌を歌ったことなんて二十数年ないわけですよ。まあ、最近はね、民謡の関係で歌の稽古とかしてますけども、それでもね、やっぱりね、オーディションなんて大それたこと考えもしなかったんですけども、今回素晴らしい機会をいただきまして、ちょっと挑戦するだけでもしてみたいなと思いますね。ちなみに私は好きな歌手を聞かれたんで、尾崎豊さんと長渕剛さんとお答えしました。まあ、結構フランクな電話だったんで本当に楽しいですよ。オーディションぜひね、受けてみてください。それでは、いってらっしゃい。